やっと今日カブトムシの取れる気でオスのカブトムシまともなオスのカブトムシやっと取れたぞこいつだこいつ まあ、だいぶ、まあ、ちょっと小さいんだけどね。まあ、こないだの竹房よりはマシかな、こないだの。こないだの竹房はちょっとちっちゃすぎるから、このいだの竹房はね、あの、いや、さい男はやっぱダメだね。最低でもこれくらいはないと、カブトムシとは言えないかな、カブトムシのオスだったら。男だったら最低こんくらいはいるだろう、みたいな。うん。まあ、そういうことで、やっと一匹取れたよってことで、うん。 まあ、あんまり襲ってもね、襲っても喧嘩するだけやし、交配するんだったら別に一匹でも我慢し、メスはもう三匹おるから、うん、昆虫ゼリーの今、タンパクゼリー食べさせてるから、うん、これから土とかも入れていくけど、まあ、とりあえず、今、さっき取ってきたばっかやから、昆虫ゼリー食べてるよって話です。まあ、よかったら、 興味ある人はチャンネル登録とかしていただいて過去の動画を見ていただいたら嬉しい、嬉しいな。過去の動画見てくれたら嬉しいな。で、まあよかったらよろしくお願いします。